んか。待て待て、私が代わりに人質になりましょう。協力させてもらいます。もうちょっと離れてもらいますんで。マクドさん、はっくり縛ってください。マックさんが面会希望らしいんだけど。本当につまらない。ぶっ殺すぞお前。そんなことないですよ。え、なんか呼ばれた。何？暇ですか？暇っちゃ暇だけど、なんで？デートしませんか？まあするか。おい、行ってらっしゃい。いいな、デートいきなり。誰ですか？トクメイコです。トクメイコ？はい。何してる方なんですか？自営業です。あ、自営業やってるんや。はい。なんかあれ、どんなんかは聞かない方がいいのかな、あんまり。手芸です。手芸で自営業？はい。あんま聞いたことない。メルカリとかで売るとかかな、あんだやつ。あ、そうなの？よく、それ成り立つ。一回降りてもらっていいですか？成り立つ、それ。格好派手やな、おっぱいあるんかい。はっしょ、なんで、なんで、なんで？何、何、何、何？めちゃくちゃ胸元はだけてる。セクハラやめてください。セクハラしてないんですけど。セクハラやめてくださいよ。なんか聞いたことある声、なんか聞いたことある声やな。え、声か、え、声やめた？え、何？誰ですか？トクメイコでしたっけ？トクメイコです。あ、声ちっちゃい、怖い。声ちっちゃいな、ほんで。トクメイコです。あ、2回言ってる、トクメイコって。シンプル銀行強盗かい？違いますよ。これが手芸です。あ、これ手芸してんの、今。はい。え、こんな、なんか、何、ハック場所じゃないとできないの、手芸って。あ、ここハック場所なんですか？あ、まあちょっといろいろ連れ去られてるからいろいろと分かってるんですけど。ああ、悪いところことに使うところなんですね、ここは。例えばそこちょっといじくってシステム壊すとかってやってるところなんで。詳しいですね。あ、まあそう、伊達に人質やってないんで。あ、人質のプロの方なんですね。あ、まあまあ結構ティア S まではいってますね。ティア S、すごい。まあ環境入りしてるんですね。そうそう、あ、ちょっと歪んでるんで一回外してもらえると。あ、ちょっとごめんなさい。あ、まだ初心者だね。もういいよ。まだまだ慣れてない子ね。やばい、生まれてる。そう、こうなると、あの、その僕めいこちゃんの声がすごい薄く聞こえちゃうから、俺ちょっと会話がしにくいんよ。ただでさえ声が薄いから、君、そのただでさえ声が薄いから、声薄いんよ。これ特めいこちゃんってことは女の子か。やられてるんじゃない？ごめんね、あんまこいつとかでさ、なんかこれちょっとさ、金庫を取りに行って判断しちゃいけないんだと思うんだけど、こういうのってなんか最近パレット途中までやって女の子やったのか。ワンチャンできるか。え、変わった？一回外し、あ、そう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 、で警察が来る。あ、そうそうそう、それだっけ、それだっけ。あ、ごめんごめんね、ちょっと2回目だから。うん、2回目なの？2回目にふさわしいかなと思って。1回目誰だったの？1回目梅。おい、なんでトリッキースターターやねん、お前。なんで、いい、もうちょっとこう、ノーマルな、その、江戸へとあるぐらいじゃない、最初。梅って、最初。いや、もう、梅しかいなかったんだよね、その時。まあ、まあ、もうしょうがない、うん、でもしょうがないね、やりたい。ティア S だよって、チュートリアルお姉さんに言われたんだけど、あー、ずーっと一人で喋ってて、うるさすぎて集中できなかった。あ、そうだったんだね。うん、会話ができない。別方向の TIS だった。うん、会話ができないからね。そう。うん、助けてー、殺されるー。あー、言うけど、言うけど。確かにね。あ、で、2回目ってことは、最近か。そう。俺が知ってる子？君は。うん、ギャルミだよ。ギャルミでしたー。え？おい、医者辞めたの？うん、救急隊やめた。あ、今、歪んでる。あー、ごめん、すいません。あー、いいよ、金回収してからでいいや。うん、4日前に辞めた。うん、うわー、ほやほややなー。4日前に辞めて、4日前にアンブレラ入った。うん、言うんかい、普通に。うん、普通に言うんかい、アンブレラ入って。うん。あー、そうなんだ。うん。どう、馴染めてる？いや、わかんないけど、まあ、少なくとも私は、まあ、より楽しくなったかな。ああ、そうなんだ。これ完全に終わってます。公務員って難しいからね。俺もう、いるわ。二人目ぐらいかな、君で、きっと。ああね。知ってる中だとね。はいはいはい。そう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 。ならいいや。うん、そっか、じゃあもう、
見えない、あんまり合わんくなるな。プロの人、この2箇所で合ってる。でも終わり、うん、今これで。うん、1、2、3、3箇所、うん、合ってるよ。うん、ありがとう。うん、え、彼のことですか？犯人いるか？助けてー！いまーす。特めいこだって。すごい、なんか、ズズさんと相性良さそうな服装だな。いや、メガネだけやろ。星感だけ、星感だけでしょ。解放条件は、なんだ、ズさんには手を出すな。大丈夫か？待て警察ちょっといいややこしい。おお、何のさ、ああもうマックス。おお、どうした、何やってんだ。いや、何やってんの、人質ですよ僕今。人質。ちょっと見ればわかるでしょ。危ない危ないですよ。あのすみません犯人さん。なんだ。あの彼を助けてあげてくれませんか。いいよ。助かる。でも条件がある。条件。うん。じゃあ。頑張れ。うん。3分間アタック禁止と、あと、本当に助けてほしいんだな、この、助けてください、あの、私が代わりに人質になりましょう。どういうことやね、助けてあげてほしい。いや、じゃあ、めちゃくちゃ、じゃあ、お前が足に協力しないと、できない。こいつを殺す。いや、まずい、それはまずい。あれあれ、バロンさん、はい、本当に申し訳ない。あの、彼の命は私の命よりも大事なんだ。はっ、だから、協力させてもらいます。はい、はい、状況をありがとうございました。すいません。はい、じゃあ、どうするんですか、犯人の方は。じゃあ、お前が運転しろ。じゃあ私が運転を。え、そう、逃げなかったら一生こいつを殺しに回る。わかりました。マックさん、わかりました。逃げ切れる。その代わり、まあ、でも必ず今話してあげてください。わかった。はい、よし、じゃあそういうことだ。何分か、ね、バルさん、はい、彼の命が本当に大事なんだ。はい、ちょっと全力で捕まえに行きますよ。はい、じゃあズルさんは俺が送っていきます。営業まで。ありがとうございます。よし、あのお車の方はこれだが、こちらですね。心の準備はよろしいでしょうか。はい、3分後アタックさせていただきます。いいぞ。アルさん、はい、彼の命が本当に大事なんだ。はい、けど警察官として犯罪者を見過ごすこともできないんです。こいつは脅しているから、こいつはまた別だからな。はい、アタックさせていただきます。わかりました。マルンさんだけ来てください。銃で脅してるからな。はい、すみません、あのマルンさんだけお願いします。ズズさんのことを絶対に守ってくださいね。はい、でも見たいらしいんでついていきます。ズズさんは、あ、かしこまりました。じゃあそれでは3分間ここで待っててください。さよなら。9時2分からアタックさせていただきます。3分、2分まで。ちょっとあの近すぎます。もうちょっと離れてもらえませんか。いや違う、あの、いやアタックはしてないですよ。マクドナルさん大丈夫です。こんなに近いとあの運転がしづらい。マクドナルさん、あなた今銃突きつけられて逃げないと殺されますよ。マクドナルさん今殺されるんですよ。助けてください。ちゃんと逃げてください。命をかけて逃げてください。わかりました。もう少しあの警察の方に何か言ってもらってもいいですか。あの近すぎると。お前近すぎるぞ、撃つぞ。いいのか、こいつのことを言っても。いいのか。ちょっとあの近いの、近すぎる。もう少し離れてくるのか。運転がしづらい。よし、負けてるな。ごめんね、頑張って。負けてないか。全然負けてないか。負けてる。頑張れ、頑張れ。ずいぶん負けてますよ。頑張れ。来るぞ。頼むからあと1分でアタックさせないでくれ、俺たち。あ、2分まで。大丈夫か。よし、左に曲がるぞ。あ、痛い。ちょっと待って。ちょっと待ってください。さあ、右に曲がるから、右だ。はい。よし、じゃあ次は、よし、次は右に曲がるぞ。じゃあ右にハンドル切り、あ、ごめんなさい。あ、すいません、ちょっと右に曲がる前にちょっと、ああ煙が出てきた。よし、そっち行き止まりだぞ、マクドさん。あ、行き止まりだ。よし、じゃあ行き止まりなので、あの帰ってもらえますか。マクドさん、2分になってしまいました。2分になりましたか。はい、もう少し、じゃあ右に行って。マクドさん、歯食いしばってください。
歯を食いしばる。ちょっと待ってくれ。あのちょっと待ってくれませんか。お客さん、歯食いしばってください。すいません、あの出口を塞がないでください。ちょっと待ってください。出口を塞がないでください。出口を塞がないで。歯食いしばって、歯食いしばって。待ってくれ、待ってくれ。いける、ちょっとこの以上渡るとまずい。いける、いける、この以上渡るとまずい。スーパーが、ちょっとスーパーが助けてくれ。この以上、おい、この以上、おい、ちょっと待ってください。あのちょっと待ってもらえるか。手を挙げて降りてください、犯人。ちょっとちょっと待ってくれ。おい、はい、確保。待ってくれ、マクさん。スーパーの命は、もう早いです、もう早いです、マクさん。ちょっと待ってくれ。特命子、キャバミザはギャルミー送ってないよ、どうした。面会 OK。 マクさんが面会希望らしいんだけど。いいよ、いいらしいよ、犯人が言うには。じゃあ来てもらって。ちょっとキャルミさん、キャルミさんなのか。うん、何が、ちゃ何がじゃない、おやすみ、強盗なんて。ああ、まあね、まあねって、本当にキャルミさんなのか、君は。うん、ちょっと待って、君、救急隊だったんだろ。うん、やめた。やめた。うん、やめて、どうして、ズンさんのこと。やっぱり、ネタが嫌いだったか。うん、面白くなかったか。なんで俺のネタが嫌いだと救急隊やめんねん。笑わせてもらえなかったから。それで、熊狩りいる？今、命を奪いたいってなったのか。うん、面白すぎたから良くなかった。一本の代わりに面白すぎたから良くなかった。うん。吸ってくれ、私を。良かったな、ズンさん。よくねえ。今向かいます。芸人として本物だろ。変わってます、マックさん。違うでしょ。え、面白すぎるのは罪。来たんちゃうじゃないですか、今。いやでも面白すぎるっていうのと面白くないっていうのだったら面白い方がいいでしょ。まあいいですね。面白くないと思われたいか。いや、面白いと思われたい。それでな、命、うん、金柄生きた幸せか。いや、まあ面白いって言われた方が僕は嬉しいですね、やっぱ。私もそうですよ。あなたが面白いって言われることが、もう自分のことのように嬉しい。いやー、まあ、すごい嬉しい。ありがとうございます、ほんまに。今後ともすみません、よろしくお願いします。違う、その話じゃない、違う、違う。違う、その話じゃないでしょ。私も応援してる。はい、明日頑張ってね。うん、明日必ず見に来てください。うん、応援してる。あの、頑張って、ね。ありがとう。頑張るよ。頑張ります。命狙う狙わないの話はいいんですか、マクさん。いや、もうそれしょうがないよ。うん、面白すぎるのが。いや、面白いんだから、君が。しょうがないって。面白すぎたから。いや、面白くなくならないだろ。なるの？面白くなくならないはどっちだ。面白いか、面白いなのか。面白すぎたから、ちょっと人質にして、ちょっとでも長く一緒にいたら面白いかなと思っちゃったから。そうそう。ああ、そういや、いや、嬉しい。だから、面白くなくなれば、全然、誘拐とかしないし。うん。うん。面白すぎるから。面白すぎるから。はい、だから、独り占めしたくなっちゃうんだよ。面白すぎるから言えば。何言ってんの、わかるか。狙う、狙わないの話は。そう、だから、でも、面白い。だから、条件は、だから、面白くなくなれば、だから、追わないよって。うん。じゃあ、うん、面白くなくなれるじゃん。なれるか、そんな。え面白くなくなれるわけない。ちょっとさ、お願いできるか、今。あの、ほんと面白くない3連発。面白くないを3連発やんの、うん、それで、いや、それでな、ギャルミさんの心の気持ちは変わるかもしれない。うん、あ、そういうこと、うん、あ、じゃあ分かった。面白くないやつ3連発やりますよ、じゃあ。頼むぞ。うん、じゃあまず面白く、絶対面白くすんなよ。わかりました。はい。侍よ、いざ勝負。あ、キンキンリンス、あ、キンキンリンス、あ、キンリンス、キンリンス、キンリンス、リンス、リンス、後半頭ツルツル侍。おお、しっかり面白くない。すごいな。出てんだ。面白くなれるんだな、すごい。あと2回、あと2回。こんなことできると思わなかった。はい、あと2回いきます。はい。右手に水雑巾、左手に黒板消し、よー板書、バニッシュ歌舞伎。どういうこと？オッケーオッケー。どういうか、それ、どういうことなの？どういうこととか言わない方がいいですよ。面白くないやつやってるから。意味なんかないんですよ。面白くないやつをやってるから。わかる？言った言葉のその、説明ぐらいしてもらわないと。だから面白くないからね、その、板書バニッシュ、板書を消す
の2つ持っている歌舞伎、2つ手に持ってるから。だから、板書バニッシュ歌舞伎。全然面白くないな。面白くないやつやってるから。クリーンじゃないの、消すって。だって消すわけじゃないじゃん、その存在を消すがバニッシュでしょ。消滅がバニッシュだよ、だから。あ、私のこの格好見てみなよ、この。何この格好、ほら、アメリカンでしょ。アメリカンでしょ、うん、でそれに関してはちょっと言わせてほしいけど、バニッシュは消滅って意味だから。アメリカンじゃねえわ、お前の格好別に。あ、消滅別にアメリカンではないわ、お前の格好別に。じゃあ、最後でしょ。はい。はい。頼むよ。アルプス一万弱小槍の上でアルゴンヘリウムクリプトン、はい、気が気が気がす、気が気が気がす、はい、あー気がすね、幻想表のね一番右ね。あいいよ言わなくて、ね、言うとか思い出すな、思い出すなじゃねえよ、左も左、おいおい警察の、あもう待って待って、ニコダで今終わったの、もう終わって、面白くない、3連覇終わりましたよ、今。あ、今、あ、そうなんだ。なんで鼻で笑ってんだよ。鼻で笑うなよ、おい。キャラメさん、どうでしたか。まあ、いいだろう。よし。何がいいだろう。これで今までの面白かった分、全部取り消した。じゃあ。本当に、君は本当に面白くないよ。うん、すごく今、面白くないから。本当につまらなかった。本当にすごかった。本当につまらない。ぶっ殺すぞ、お前ら、マジ。おい、ちょっと待って、復讐は連鎖するって言うけど、君にそんな、またその感情が、あのな、どうしたらいいじゃん、君のその感情、どうやったら、どうしたらいいじゃねえ、お前のリアクションで大丈夫なんだよ、タグがすねえとか、いや、何やってもおもろいっすねえだよ、傷つかない方法は俺が。何を言ってんの、今、キャルミさんのな、あの、その気持ちを沈めてな、君を誘拐した、殺したいっていう。その気持ちを沈めた、どうしてすぐ君がそういう感情を沸かすんだ。何全部言っちゃうんだよ、こいつ。言わなきゃよかったんだよ。でもちゃんと約束通り面白くなかったからいいよ。あ、すいません、本当に。なんでお前がやばい。いや、お手数おかけしましたけど。いやいや、あることだって、足が面白くないことやれって言って面白くなかったんだから。まあ、それは面白くないよ、それは。全然面白くなかったから。全然。どうフォローしても面白くないし。そんなこと言ったら、反応ができなかった、正直。もっとだから、マジレスするぐらいしかできなかった。喜ばないと。やったー、はい。もっともっと。やったー、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。ごめんなさい、じゃあギャルさん、ちょっと、時間取らせちゃったんで。10分ぐらいで送っときますね。あ、もう出したらでもいいんじゃないか、はい、1番で大丈夫ですか、出してあげても大丈夫じゃないですか、じゃあ送りますね、出してあげましょう、だって気持ちもだいぶ落ち着いてるから、ズズもマックもありがとう、バイバイ、はい、じゃあ、いってらっしゃい、ギャルミさんまた、バイバイ、はい、バイバイ。